こんにちは。株式会社メイクライフプラスフォーガーノートシニアトレーナーの今井千佳です。今日はですね、先生あの講座何ですかっていうふうに聞かれるこちらですね、頭がいい人はなぜフォーガーノートを使うのかという著者高橋先生という方が作られたフォーガーノートワンデーベーシック講座、まあ2でもあるんですけれども、この講座についてご紹介させていただきたいと思います。これ頭がいい人はなぜフォーガーノート使うのか、読まれてみたことありますか？でそれ読んだ時に、なんかこれ身につけたら私めっちゃ変わるかも、私だけじゃなくて受講生とか周りの人同業者も変わるかもしれんと思って、まあワンデーも受けずに、フォーガーノートトレーナー養成講座っていうのを受けたんですけれども、で、まあ、今ですねこの講座を教えることができる認定講師と、またこの認定講師を育てるフォーガーノートシニアトレーナーっていうのをしているわけなんですね。でこの講座一体何なのかって言ったら、まあ大きくですね、私はですね、まあ、3つ変化があるというか、まあ、3つのことが手に入るよっていうふうにお伝えしています。1つ目何かと言いますと、プレゼン力、トーク力と言いますか、まあ、セールスとかにも使えるプレゼン力が1つ、話し上手になる。2つ目何かと言いますと、2つ目はですね、もう自分の悩みとか願望とかを達成していくって、まあ、願望実現とか目標達成、あるいはお悩み解決みたいなのが2つ目の力が手に入ります。3つ目はめっちゃ頭良くなります頭良くなるって言ったら語弊があるかもしれないんですけども、学びを最大限吸収できるっていうのが、まあ、このノートを使い出して変わったことなんですね。ノートを何使うかと言いますと、シンクノートって言って、この高橋先生が中林さんと一緒に作られた、まあ、こちらのノートがあります。ちなみにこれ外せます。シンプルライフ的には私は外して使ってるんですけれども、まあ、中身ですね、こんな感じになっていて、フォーガーノートのメソッドが簡単にできるという、まあ、無意識で使えるっていうノートになってます。まあ、日頃私ノート変えてるんですけれども、まあ、どんな変化が起こったのかっていうのをちょっとお話しさせていただいてよろしいですか。私自身ですね、この講座今まで250名弱ですね、フォーガーノートトレーナーになってちょうど2年なんですけれども、まあ、年間120人ぐらい、1ヶ月10人ぐらいには手渡しているっていう感じですね。まあ、そんな240名と、まあ、私の周り、私自身、子どもとかの変化の中からまず3つお伝えさせていただいてもよろしいでしょうか。でまずですね、このプレゼン力が上がるっていうお話でご紹介したいのが娘の変化です。ちょうど今小4と小3の娘なんですけれども、長女が小2の4月にトレーナーになって、まあ、フォーガーノートを手渡したんですけれども、そこからですね半年ぐらい経った時のこと、めちゃめちゃプレゼン力変わったんですよ。何を言ったかというと、まあ、習いたい習い事、私がずっと反対してた、3ヶ月ぐらいずっとこれを習いたいって言って、いやいやこれこんなんやでって言って、まあ、私の考え的に全然聞く耳も持たなかったんですけども、まあ、長女はですね、まあ、よくスピーチする時とか学校の語文スピーチみたいな時にそのノートを使って考えてるんですけれども、まあ、それが染み込んでるのか、ある日ちょっとママいいって言って呼ばれたわけです。で何かなと思って行ってみたら、まあ、そのフォーガーノートを使ったプレゼンをしだすと、めっちゃびっくりしましたよ。本当に最初の問いかけがもうどうしたみたいな、もうこの先このプレゼン力身につけたら私なんかいろいろなものも買わされるんちゃうかなっていうぐらい、まあ、プレゼン力っていうのが上がったっていうのが、まあ、劇的な変化です。まあ、この話はですね、ちょっとプライベートの話になるんで、まあ、おいおいというか、まあ、講座の中で事例としてご紹介するんですけども、まあ、このプレゼン他にも、まあ、千代田区麹町中学校っていう、今工藤校長が、まあ、メディア等々で話題ですけれども、その学校でも取り入れられていて、まあ、そこの生徒さんたちはすごくプレゼン力があるっていうふうにも言われている。あとですね、まあ、受講生の中でお話しするのを仕事にされている方がいるんですけれども、もう全然訴求力、訴える力っていうのが変わったっていうふうにおっしゃってました。という、まあ、そのプレゼン力が上がるっていうのが一つ目。二つ目何かというと、二つ目はですね、自分で問題解決していくと、
とか欲しい結果を手にしていく、まあ、自分で考えてそれをノートで書いてやっていくっていうのが2つ目ですね。これ結構育児のモヤモヤにも使われてたりします。子供に対してモヤモヤ持ってたのが子供が勝手に動くようになったりとか、忘れ物 2,3 日に1回してた子が2週間しなくなったりとか、これノートを自分で書かれてるんですけども、どうやって忘れ物を防げるかみたいな。でこれはですね、まあ、主に次女とか、まあ、モヤモヤしている時とか、まあ、次女の話聞きながら書いてあげたりとか、その次女はですね割と自分で思ったことをあまり言えなかったりとか、自分で自分の気持ちに気づかなかったりすることがあるんですけども、まあ、そういうのをノートを書いて、あ、なんや私こんなこと書いて気づいたんやっていう、まあ、変化が起こったりっていうのも見られますし、私自身ですね仕事をする上ですごく助けられてます。これからどんな方向で仕事しようかなとか、こうなりたいけどそのためにどうしようとかって、まあ、実は一番最初に書いたノートってそれなんですよ。方眼ノートトレーナーになってこれからどうやって仕事していこうっていうのが最初の私の一枚だったんですけれども、まあ、本当にその目標っていうのは軽くクリアして今あるんですけれども、まあ、それぐらいその自分でセルフコンサルティングみたいな役割を示すのがこの問題解決力で、他にもですね受講生で経営者の方って言いますと、社員さんとの面談今まで2時間かかってたのが30分で、しかもずっとイエスを引き出せなかったのが引き出せるようになったりとかっていう、この大きな差ありますよね。2時間でイエス引き出せへんのに30分でイエスを簡単に引き出せるっていう、まあ、そんな変化だったりっていうのがこの2つ目の問題解決能力っていうところですね。で3つ目は、その学びが最大になるっていうところなんですけれども、うち父教育者なんですけど、生涯勉強っていうふうに、小さい時から言われてて、私も結構投資には時間もお金も惜しまないんですけれども、そんな中で、同じ時間とお金かけて学んだのに全然身につかへんよりも、もう最大限自分のアウトプットに生かせて結果出す方が絶対いいですよね。でこれができるようになったのが、これがさらにできるようになったといいますか、このノートを手にしてからなんですね。で、もう一個 B4 のノートを使ってるんですけど、学びのノートで、これですね、なんか講座に行ったりとかだけじゃなくって、日常生活全てが学びだよっていうところを言うと、誰かが何か言ってた、これ私事にしたらこんな風に使うとか、こんな風につなげられるようになったのが、ノートとの出会いです。でこれをですね、受講生でいうと最近小中学生、お子さんの参加も増えてるんですけれども、このお子さんたち何するかって言ったら、これを学校とか塾とかの学びを最大にするっていう、実際ですね、中学受験とか考えていて、その方が受けてくださったりもしてるんですけども、自分のオリジナル参考書を作るみたいな。でそれがですね、楽しく作れる。でやっぱり本当私自身何が一番変わったかというと、なんか学んだけどいまいち形にならへんみたいな、お金かけたのに分かってんねんけど形にならへんなっていうことがすごく形にできたりとか、人にアウトプットしてちゃんと次につながるっていうようなことができるようになったのが、もう本当にこの方眼ノートのそのノートですね、メソッドということで、大きく言うと、1つ目はスピーチプレゼンですね、セールスもですね、話し上手になるっていうのが1つで、2つ目は問題解決能力ですね、カウンセリングにも使えたりします。3つ目は学びが最大になるっていうところですね。それこそ、頭がいい人はなぜ方眼ノートを使うのか、だったら賢くなるかみたいな話になるんですけども、この3つが手に入ります。でこれ1回ね手にしたらね一生ものなんですよ。すごないです。私2年前からだいぶ本当に世界が変わったなと思ってるんですけれども、それぐらい正しくノートを書けば、一生使える、一生変わります。でそんな講座をですね4月20日以降オンラインで開催していきたいと思ってます。で、全国で受講できるようになりました。今までですね割と北は北海道、南は福岡まで幅広くですね講座呼んでいただいて、ワンデーを開催させていただいてたんですけども、今後どこにいらっしゃる方でも本当に全国いろんな方がこの今井の講座を受けていただけることになります。で、弊社の強みとしては方眼ノートの講座だけでもう240名っていう方々が受けてくださっていることということで、すごく事例がたくさん豊富です。事例が豊富っていうのが一つあります。
あとですね、私自身も子育てとか、経営、仕事、あるいはママとしてとか、まあ、いろんなあのシーンで使ってるので、本当にいろんな事例が紹介できるというところが一つあります。で、あとはですね、まあ、いろいろ学んだ、まあ、独自で学んだ脳科学とか心理学、成功哲学とか、まあ、そういった学びを、まあ、あの講座の中で活かしながら受講生のフォローができるっていうのが、まあ、講座の中でお悩み解決のねワークをしてもらうんですけども、そんなフォローができるのが特色になってます。まあ、そんな、講座ですね、全国で自宅でオンラインで受講できますので、この姉妹講座が実はあるんですけれども、スーパーブレインメソッド講座と、まあ、一緒にですね受講を検討いただければいいかなっていうふうに思ってます。今日も見ていただいてありがとうございます。